そいでくじらげらと笑いかけるように、ドキドキ絡み合う投げ出して、いっそも引き裂くよ。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。私たち国分のカルミアです。ジュリです。アンクです。ナナです。アミです。ウカです。マユです。よろしくお願いします。はい、本日は恵比寿クレアートさんにてライブありがとうございます。私たちここの会場初めての会場なんですけど、もしね国分のカルミア初めて見たよって方はメンバーと顔と名前をぜひ覚えていってください。そしてね、私たちは12月の8日に、ナナとアミがね新メンバーとして加入してこの6人で活動再開したんですけど、12月8日に再開したんですけど、はい、それと同時にね、そう、外の対バンが今日、まあ、初めてで、はい、どう？ナナとアミ、なんかすごいこの会場はなんか後ろの綺麗だよね、綺麗だし、皆さんの顔がすごく見えるので、なんか緊張した感じ、緊張。アミはどう？なんか全然わからないことだらけで、チェキの表裏もわからないくらい何もわからなくて、でもなんかメンバーの人とかあと応援してくれる皆さんが教えてくれるおかげでなんか、うん、すごい今楽しいです。このね2人加入して6人でねこれからも頑張ってきますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。はい、そして、はい、じゃあ最後の1曲なるんですけど、はい、最後の1曲もね、1曲目に披露させてもらったシークレットスワイプをもう一回披露させていただきたいと思います。この曲は、ね、結構盛り上がる曲なので、最後ぜひ皆さん盛り上がっていきましょう。ある？ありがとうございます。はい。すごい死に取れちゃうのね。はい、それでは最後盛り上がっていきましょう。シークレットスワイプ、明日を盛り上がっていくぞ。
明日の重要ライブの告知をします。ジュリーお願いします。はい、重要は明日になりました。12月12日日曜日、新宿ヘッドパワーさんにて国の神谷初のバトルイベントに出演させていただきます。イエーイ。なんとね、これに勝ち進むと日テレ違います、読売ランドの日テレランナーホールのステージに出演させていただけるということで、なんとね、そのステージをかけた明日、なんかめちゃくちゃ遠回りに言うじゃん。ちょっと明日ね、なんか発表、ね、発表があるんだよね。そうなんです、なんとね、僕のカルミア新曲を発表させていただきます。イエーイ。それしかないね、これはもう新体制になって新衣装も披露して、なんとね、新曲も発表させていただけるということで、明日のステージまだまだ予約間に合いますので、国空のカルメで予約して会いに来てください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。これからもね、この6人で大きな希望に向かって大きな花を咲かせていけるよう頑張っていきますので、皆さんぜひ国空のカルメの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後特典会が40分後なんですけどあります。ご新規さんサイン入りチェキ無料なので、ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。待ってます。待ってます。それでは以上、私たち国有のカルミアでした。ありがとうございました。